まずは折り紙を四角に半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります これを縦にして、こちらも半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。 開いて90度回してこちら側も三角にに半分に折ります開いてここを一度開いてこの斜めの折り筋でこのように折り直します反対側も同じように開いてこれはいわゆる2層船の折り方です これをこのようにして上側のこの三角を真ん中で開いてこのように正方形の袋にします。下側のこの三角も開いて正方形の袋にします。これを裏返します。裏返して上の角をこのように折っていくんですが この横の、この線、このサインよりも2センチぐらい下のところまで折ります。2センチぐらいのところです。この位置で折ります。折ったら今度は、この横の線のところで三角を上に折り返します。これを裏返して、 今度はこの下側の正方形の袋を上下入れ替えてから、こちらをめくってひし形に折っていきます。折りずれの時のような感じで、このように小さなひし形に折っていきます。こんな感じです。これを再び上下ひっくり返して、 この部分、一度左に閉じます。閉じたら、今度は横の部分をこの縦の筋に合わせて折ります。折ったら、今度はこの三角をそのまま右側に折ります。そして、ひし形を戻します。 今度はひし形を右に閉じて左側も同じようにこの筋を縦に合わせて折ります折ってからこの三角を閉じますひし形を戻しますこんな感じです表にするとこんな感じになります次にこの部分 両側のこの部分を角を角小さく折りますこの。こんな感じで角を小さく折るとこのように耳になります次に下に向けたこのひし形を上に折り返します上に折ってこの上の三角よりも 少し左側に先っぽが突き出るように折ります。折ったら表にして、しっかり押さえて、今度はこの顎の下のラインのところを斜めに折ります。ちょっと紙が分厚くて硬いですが、こんな感じに斜めに折ります。 最後にこの頭の部分の三角を先っぽを少しだけ斜めに折ります。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。顔の中心部を軽く線を引いて、そこを基準にして目を描きます。 楕円形の上の切れた目ですやや顔の中央にパーツが寄っています目と目の間の少し下に小さめの丸い鼻があります鼻から口までの周りは少し色が違うのでその部分を描きます 口は U の字を逆にしたようなつぐんだような口です顎の下にはシワがあります最後に目元から太い太くてつり上がった眉毛がありますド根性グマっていう感じのデザインです 頭の三角の部分を白いマーカーで塗りつぶします。上の折った部分も塗りつぶします。口の周りと鼻は黄色で塗ります。目の光を描き直して、目の部分を黒で塗ります。鼻と口も縁取りをして、眉毛も塗りつぶします。目の光の下の部分をグレーで塗って、 これでダクマの完成です。